大きく変わります。新井亮太がサードからファーストへ、そして北条がショートからサードへ、鳥谷がショートの守りにつきます。そして尾形がライトに入りました。6番ピッチャードリス、7番ファースト新井、8番サード北条、9番ショート鳥谷、4番ライト尾形と変わっています。9回の表、スワローズはラストバッター西浦、途中から出場しています。まあ、ここは藤川球児同様、中田さん、もう5点差ありますけども、しっかりと試合を締めてと、まあまあ綺麗にね、いうところですね、終わりたいですよね。ドリスもシーズン途中から抑えとしてマウンドに上がり続けています。今シーズンはここまで8つのセーブを挙げているドリスです。マテオとともに今シーズンからタイガースにやってきました。西浦打ち上げてファールグラウンド、変わった尾形、フェンスに激突しましたが取れません。ファールボールです。この回から福留に代わってライトの守備についています。3ボール2ストライクのフルカウント。今度はライト尾形が下がっていきます。こちら側を向いて取りました。ワンアウトです。まずドリスが最初のバッターを打ち取りました。今日は風は浜風、右から左に吹いている甲子園球場です。ちょっと西山さん、危なっかしかったですね。まあけどね、本当風あるから難しいですよね、はい、正直、さっきもライトね、ちょっとスワローズのライトやってましたけど、はい、初球打ち、セカンド大和さばいてツーアウト。ドリスがツーアウトを取りました。9回の表、10対5タイガースが5点リード。今日はゴメス2本のホームラン、来日初1試合の2ホームランです。さあタイガース今シーズン初の4連勝に向けてバッターあと1人です。勝利のジェット風船打ち上げ準備も徐々に進んでいる。ウルトライエローに染まった今日の甲子園のスタンド。今日勝ちますとスワローズを抜いてタイガース4位浮上、ドラゴンズも勝ちましたんで4位タイという形にはなりますが、また順位が上がります。両チームの先発ピッチャーはもうすでにベンチに下がっています。
追い込みましたドリス。もうここのところは中田さん、ドリス見ててももう危なげないですね。そうですね、まあ、フォアボールで崩れるというね、はい、そういう、まあ、危険性なくなりましたよね。だから追い込めるようになったんで、まあ、得意であるフォークですよね、はい、あれも有効に使いますもんね。甲子園はあと1球コール。セカンド大和、スリーアウト。タイガース勝ちました。今シーズン初の4連勝。ウルトラの夏、甲子園でも3つとも勝ちました。原口が今日も打ちました。金本監督から笑顔で言葉をかけられている青柳。まあ西山さん、はい、ちょっと勝ったから良かったけどっていうような話ですかね。そうですよね。やっぱり7回ぐらいまでね、本当きちっと抑えてね、はい、本当良かったな、ナイスピッチングって言ってこう終わりたかったですよね。なんかせっかく勝ったんですけど、勝ちのその嬉しさ、半減の交代の仕方でしたよ ね。まあ中田さん、試合終わる直前の表情を見てもちょっとあーっていうような表情もありましたもんね。まあ、ありますよね。特にサイニング良かっただけにね、はいはい。まあ、5回まではスワローズ打線を2安打1失点、まあ、結局打たれたヒットっていうのは青柳は2本だけだったんですけど ね。突如変わっちゃったからね、はい、点もらってね。6回に3連続フォアボールがあってマウンドを降りました。まあ、その後中田さん、ピッチャー5人使うことになってしまったんでね、そのあたりはちょっと反省点があったかもしれませんが、まあまあ、でもどんな形でもね、はい、やっぱ4連勝っていうのは大きいですよ。そうですね、はい、本当に今日が96試合目のタイガースですが、ようやく今シーズン初の4連勝です。まあ、ですからそれだけタイガースがいかに今シーズン勢いに乗れなかったかということを物語っているかもしれません。ただ西山さん、この4連勝というのは打線が活発に4試合連続2桁安打もありましたし、はい、ちょっと本物っぽい4連勝ではありませんか。いや本当にその目指している野球といいますかね、こうやって勝つんだ、これが阪神だタイガースだっていうね、はい、本当にそのいい勝ち方ですよね。だから若い選手とうまくね、はい、ベテランとか噛み合って、もうそれ若い選手のこのハツラツとしたプレーでね、はい、それで勝てるっていうのがやっぱりまたいいですよね。